装、流型潜水艦、11番艦王竜から、リチウムイオン電池が搭載されたのをご存知でしょう。今回は、リチウムイオン電池が採用されたその経緯を詳しく見ていきます。なんと、10番艦までのスターリングエンジン案もあったのですよ。それに8000馬力からダウンした意味にも迫ってみました。海上自衛隊が保有する双竜型は通常動力型とし、では世界最高の性能とされているが、それをさらに発展させた太平洋型潜水艦の1番艦太平洋が2020年10月14日に三菱重工業神戸造船所において進水した。太平洋は双竜型と同じ全長ながら喫水が 2M ほど深く、排水量で50トン上回り、海上自衛隊最大の潜水艦となる。太平洋という艦名は、漢字表記では、大クジラとされ、クジラにちなんだもので、海上自衛隊では、潜水艦の艦名は、訓令によって、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されると定められている。双竜型は、水晶動物である、竜にちなんだ艦名であるが、漢字表記は、青い竜となり、これは、太平洋戦争時に活躍した、大日本帝国海軍の空母、青い竜と同じである。ちなみに、大クジラという艦名は、旧帝国海軍が保有していた、潜水母艦に命名された艦名で、当時の潜水母艦とは、洋上において、潜水艦への補給や、乗組員の休養などを行い、時には潜水艦隊の機関として働く艦であった。実は、この潜水母艦、大クジラは、有事の際には、航空母艦に改装することを前提に建造されており、太平洋戦争開戦時に、航空母艦、竜鵬に改装され、ミッドウェーでの主力空母4隻喪失後は、正規空母扱いで、マリアナ沖海戦などに参加したが、呉軍港にて防空砲台として使用された後、戦後の1946年に解体されている。潜水艦太平洋は、双竜型の11番艦王竜、12番艦東竜から搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用され、ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を狙って新たに開発されたスノーケル発電システムが搭載されていて、双竜型の2艦よりも、さらに、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出すことができる仕様となっている。双竜型の2艦では、それまでのスターリングエンジンを搭載せず、据えた大きなスペースにも、リチウムイオン蓄電池を搭載しているのであるが、当初は、スターリングエンジンを併用して、それまでの鉛蓄電池のみを、リチウムイオン電池と入れ替える案も検討されていた。結局、スターリングエンジンと鉛、蓄電池をすべてリチウムイオン蓄電池に置き換える方が、コストは、かかるが、大きな出力が得られるとの結論となり、このために、10番艦の、修理までは、1隻あたり約517億円だった。建造費が、リチウム蓄電池が高額であるために、約643億円にまで膨らむこととなったのである。スターリングエンジン搭載の双竜型では、スクリューの軸馬力は8000馬力であったが、王竜、東竜は5600馬力と公表されていて、一見性能低下ではと思われるのである。しかし、このことで、瞬発的な最大速力は、確かに低下するものの、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるとの特性があり、そのために長時間にわたって中速から高速で潜航が可能となり、潜水艦としての性能がより大きく向上したことになるのだ。リチウムイオン蓄電池にはこの他にも鉛蓄電池と比べて2倍のエネ
ルギー密度、ミツル放電の繰り返し、回数は 1.5 倍以上、満充電までの充電時間が短い。放電しても、電気容量が著しく低下しない。そして、鉛蓄電池で懸念されている、事故時の水素ガス発生の心配がないなどの利点がある。このリチウムイオンの特性を最大限に活かすために、タイゲイ型では、先日した新開発のスノーケル発電システムが採用され、浮上することなく、高速充電を可能としている。また、タイゲイは、部分単柄構造で葉巻型線形であるが、船体構造にも新機軸が盛り込まれていて、例えば、浮き課題と呼ばれる構造は、諸外国でも採用が進む浮き甲板、フローティングデッキとも呼ばれているもので、これは、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和する。さらに、その他にも、静粛性の高いプロペラスクリュー、要所への音波吸収材装備などで、双流型より一層の静粛性が高められているのだ。なお、タイゲイ型では、艦内スペースに余裕ができたことから、乗組員居住区に女性用寝室やシャワー室などが確保され、人員不足やジェンダー平等への配慮として、潜水艦への女性自衛官の増艦を促進することになり、この先の海上自衛隊における最前線への女性の進出に対応するものであろう。その他にも、タイゲイには、情報処理システム、C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムや信号処理におけるアルゴリズムの構築など、より進化したものが装備されることになっていて、2022年4月頃に収益する見込みである。兵装については、親潮型、双流型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを発射できる 533mm 魚雷発射艦6門が装備された。この銃は、地式超魚雷とは、潜水艦用の長魚雷で、防衛装備庁が開発をして、2019年に取得予算が計上され、2022年2月までには、海上自衛隊の全潜水艦に行き渡るとされている高性能魚雷である。搭載されている音響画像センサーは、魚雷の追跡を欺くための対するデコイ、おとり魚雷を見破る対応能力があるだけでなく、海中の音響が複雑になり、魚雷のセンサーが狂いやすい浅い海域に、おいて確実に目標を捉えて、形状を識別可能できるとされていて、その命中率が高められている。さらには、最適なタイミングでの起爆が可能となる、アクティブ磁気近接起爆装置など、最新の技術が搭載されている。これまた、世界トップクラスの魚雷といえる。このように、通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇る海上自衛隊の潜水艦であるが、隣国の韓国では、自身が保有する通常型潜水艦の性能ではかなわないと見たのか、原子力潜水艦を保有する構想があるという。原子力潜水艦は、無補給で、半永久的に原子炉を動かすことが可能で、理論的には浮上することなく先行したままでいることができるだけでなく、膨大な電力を発電することができて、海水の淡水化なども艦内で可能としている。しかし、建造には巨額の費用が発生し、また、退役後の処理が難しいことは大きな欠点であろう。日本にも原子力潜水艦をとの声も聞こえてくるのであるが、非核三原則など政治的な問題を解決できたとしても、日本が置かれている現状を考えると、必ずしも必要な戦力ではない。日本の潜水艦戦略は、近海での敵艦隊への待ち伏せ攻撃であることから、潜水艦に求められる性能派静粛性に尽きるのであるが、
原子力潜水艦は原子炉を稼働させたら停止することができないため、機関を止めて海底に帰底していたとしても騒音が発生するのだ。騒音をまき散らして発見されやすい原子力潜水艦に巨額の防衛費を注ぎ込むくらいであれば、その予算で諸外国も進めている無人潜水艦の開発を進める方が実情に合っていると言えよう。